子供がゲーム時間を守らない、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、ゲーム時間を守らない子供の対応法ということでお話をしていきたいと思います。はい、お子さんがですね、まあ何時までにやめようと決めたゲームの時間、こういったルールをね守らなかったら、もう親としてね、もういつまでやってんのってついいろいろ言いたくなりますよね。でさらに、まあゲームやっているだけならまだし、もうそれが原因で宿題をやらなくなったり、さらに、テスト勉強とかをサボったりしてですね、成績も下がっていったら、もう本当にねイライラするのではないでしょうか。じゃあなぜ子供はゲーム時間を守らないのか、まあ、今回はこの原因と、あと親がすべき対応法ですね、をしっかりお話ししていきたいと思います。しっかり子供が守れるゲームのルールの作り方、こういったところとか、あとはもう本当にね、どうにもならない、いわゆるゲーム依存症ですね、ここまで行ってしまった場合の対応方法なども含めてお話ししていきますので、今お子さんのゲーム依存に悩んでいる場合はぜひ参考にしてみてください。はい、で、改めまして思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申しますということで、このチャンネルではですね、まあ、この思春期の子育てに関する情報を日々配信しております。もともと教師をしていて、まあ、現在は延べ1万組以上のね、思春期の子供がいるお父さんお母さんたちをサポートしてきた僕がですね、不登校、スマホゲーム依存、あとは子供の成績の上げ方とか、あとは受験対策とかね、幅広い思春期の悩みについてお話しするチャンネルとなっておりますので、よかったら、チャンネル登録やあとグッドボタンなどで応援していただけると嬉しく思います。はい、じゃあ早速、お話をしていきますね。まず子供がゲームの時間を守らない理由っていうところからちょっとお話をしていこうと思うんですけど、そもそもなぜ子供はあなたと決めたゲームの時間を守らないのでしょうか。これ主に3つ原因があるんですね。で、1つ目はもう最初から守る意思がないっていうパターンですね。例えばちょっとイメージしていただきたいんですけど、親子関係が非常に悪いとしましょう。この時に親がですよ、また9時までにはゲームやめなさいよって言ったとします。でも子供と本当に関係が悪かったら、子供はうるせえとかって言って、もう親の話を無視しますよね。これは最初から子供は守る意思がないわけですよ。だから親がどれだけいようが、そのルールを守られることはありません。これがパターン1ですね。で、次パターン2ですね。守れるルールになっていないっていうのもあります。これどういうことかっていうと、一応親子関係はいいと、で子供とちゃんと話し合いをしてルールを決めたという状態なんですが、最終的にはね、もうあなた、最近成績落ちてんだから、もうゲームは1日15分までにしなさいよとかって言って、親がこう決めたパターンですよね。で子供からすると、いや15分なんてちょっとそんなんほぼほぼ無理だって、とそんなキリもつかないよってなっていても、いやそんなのあんたが悪いんでしょと、もう15分にしなさいみたいな感じで決めちゃっているパターンですね。これ子供からすると、まあ、守りたいっていう気持ちはあるんだけど、そもそも守れないよこのルールじゃっていう状態になっていることです。最後3つ目は自立性が低くて守れないというパターンですね。はい、いわゆる、まあ実際にきちんとルールも決めたと、でルールも決めて、で親子関係もいいんだけど、子供がついねこうゲームの、その誘惑に負けてしまってやってしまうっていうパターンですね。で親がいつまでやってんのって言ったら、あ、しまったしまった、ごめんごめんごめんみたいなパターンですね。これが自立性が低くて守れないというパターンです。はい、なのでお子さんが今ゲームの時間を守っていなかったら、この1番2番3番、まずはどの段階で守れていないのか、これをちょっとねチェックしていくところから始めていきましょう。はい、じゃあ、実際ゲーム時間守れない子に何をすればいいかってところもちょっとお話ししていきますね。でこれ簡単で、先ほど言った3つの原因がどこにあるかっていうのを見つけて、もうそこを改善していく、これにつきますね。例えば親子関係が悪いとしたら、もうこの改善をしていくしかないですよね。うん、で実際これ改善しなかったら、もう子供はね、今はゲームの時間守れないだけですけど、それ以外の問題にもやっぱ発展してくるんですよ。例えば親子関係が悪くて起こる、まあ、問題としてはね、例えば子供が学校に行かなくなったり、親に対して暴言を吐いたり、あとはなんかね非行に走ったりとか、まあ様々なことをね、問題が起こってくるんですよね。だからこれは早めに改善していくしかないですね。で次に2つ目、守れるルール作りですね。これはどういうことかというと、最初から子供がちゃんと納得するルールに変えていくってことですね。それをしていかないといつまで経っても子供は守れませんので、もう一度ルールについて話し合いをして、
まあ、どういうルールだったら守れるかってところをもう一回ね、ちょっと決め直していくってところが必要になります。これはちょっと次のスライドでね、詳しくお話ししますね、このやり方。最後3つ目は自立性を高めるっていうところですね。まあ、これはこの2番で決めたルール、これを守る練習をしていくと。で、練習をすると、まあ、最初からうまくいくわけではないんですよ。うまくいく時もあればいかない時もあるわけです。で、でもこういうのをちゃんと繰り返していくことで、子供は少しずつ自立性が養われていくんですよね。うん、だからその2番3番をずっと繰り返していくってことが、ゲーム時間を守れる子供にしていく方法になります。ちなみに1番、親子関係が悪い場合ですね、これについてはもうまず、なんで悪くなっているのか、まあ、いろんな原因があるので一概にこれをすれば良くなるってものはないんですけど、基本的にはですよ、子供が何を求めているか、これをしっかり理解してそれをまずやってあげると。一方で子供が何を嫌がっているのか、これもしっかり理解して、でそれをやめていく、この2つをやっていくと基本的には親子関係は改善していきますね。まあ、これについては他の動画でもかなり詳しくお話ししておりますので、まあ、よかったらね、他の動画も一度見てみてください。はい、じゃあ、次このルールの作り方のところもう少し具体的にお話ししていきますね。じゃあどういう流れでルールを決めていけばいいかっていうと、まあ、例えば話し合いとしてね、なんか最近あんまゲームの時間のね、ルール守れてないよねと、だからもう一回ちょっと決め直そうかって話をしていくわけです。はい、でここで先にステップ1としては、最低限守るべき基準、これだけはきちんと伝えておいてください。何でもあなたの好きなようにしていいよって言ったら、これルールではないわけですよ。親としては最低限ここだけは守ってねっていう基準があると思うので、ここを最初に伝えます。まあ、例えばゲームを夜中までやって生活リズムが崩れて朝起きられなくなる、これは良くないですよね。だから生活リズムが崩れる時間までやるのはちょっとダメだよとか、ことを伝えたりとか、あとやるべきこと、例えばゲームをやったことが原因で宿題やれなかったら、これはちょっとおかしいよねと、だったら、宿題がきちんとできてからやるようにしようねとかでもいいと思います。この辺はちょっと子供とね、どういう条件だったら守れるかっていうのがね、一人一人違っていくので話し合いをしながら決めていただきたいんですけど、まずは親として最低限守るべき基準、これだけは事前にね、決めておくといいかなと思います。はい、で次にそれらを満たした上で、じゃあ子供が守れる条件って何ってことを聞いていくわけです。でそうすると多分ですけど、親からするとね、いやそれちょっと緩すぎなんじゃないのっていうルールが出てくると思うんですよ。例えばじゃあ子供がね、じゃあ生活リズムが崩れなくて宿題をやるんだったら、じゃあ9時までゲームをしたいと。で、9時から10時はちゃんと宿題をするからそれでいいみたいなことを子供が言ってくるわけです。でも親としては、いや、ご飯食べる終わるの6時半だよねと、そっから9時まであるのと、ちょっとやりすぎじゃないって思うかもしれないんですけど、一旦は子供の条件を聞いてあげてください。で、聞いてあげた上で、それをまずちゃんと守れる練習をしていくってことが大事です。で、その上でですよ。じゃ実際それ守れましたと。でも、宿題は今やれているけど、例えば、じゃあ定期テストの点は下がっているよねとか、次の問題が出てきたら、じゃあそれを乗り越えるためには、じゃあ今度ゲームのルール少しずつ変えていこうか、みたいな感じで、ちょっとずつね、変えていくっていう風にしていかないといけません。いきなり最初から厳しいルールを作ってしまうと、もう子供は最初からやりたくないってなっちゃうので、そうならないようにね、そこはきちんと話し合いをしていくってことが大事になります。はい、であと、高額課金ですねをするような、もう依存症になっている場合、少しねこれ対応方法が変わってくるので、ここもちょっと触れておきたいと思いますね。まあ、最近本当に高額課金する子がすごく増えていて、僕のねメルマガ読者さん、 YouTube の視聴者さんの中にも、子供がねなんか100万円ぐらい課金してしまいましたと、どうすればいいですかっていう相談が結構ね直接メールできたりもするんですよね。で、これはもう完全にちょっと依存症状態になりかけているので、この場合のちょっと対処法もお話ししていきます。っていうのも、この場合はなんかルールを決め直すとかやっていたとしても多分手遅れになっちゃうんですよ。今すぐこの高額課金ができる状態を止めないといけないので、まずは例えば今子供のじゃあスマホなりなんかゲーム機なりに親のカードが登録してあるんだったら、これは一回解除してください。で、あと、なんか課金するために、例えばね、プリペイドカードとかを買って課金できちゃうと良くないので、一旦、もう家にある、その、財布とかね、そういったものは、例えば金庫の中に入れるとか、とりあえず物理的に課金できない状態をまず作る。これがステップ1になります。はい。で、その次にステップ2。ここはまた先ほどと同じなんですけど、親子関係を良好にしますと。っていうのは関係が悪いと子供と話し合いができないからですね。で、それをやった上で、初めて先ほど言ったみたいに、まあ、課金はまず、先ほどね、この最低限守るべき理由を伝えるってありましたよね。この中に勝手に高額課金はしないっていうルールを加えて、その上で守れる条件を聞いていくっていうふうにしてください。はい。まあ、高額課金をね、しないなんて、子供によってはね、そんなの当たり前だよ
って思う子もいるんで、思う子もね、いるとは思うんですけど、でもそれが当たり前にできない子もいるので、その場合はきちんとね、ちゃんとそれがなぜダメなのかってところを伝えていかないといけないですね。はい。で、これを伝えましたと。伝えたのに、それでも子供が守れなかったとしたら、もしかしたらですよ、これ発達障害とか、あとちょっとした精神疾患ですね。うん、まあ、うつとか、そういったのになりかけている可能性も一応考えられます。なので、もしそれ、この流れをやっても変わらないんだったら、一度ですね、医療機関と相談してみるっていうのがおすすめですね。例えば、一番身近なところで言うとね、学校のスクールカウンセラー。でもいいし、あと僕がすごく信頼しているね、小出博文先生みたいな公認心理師の方に相談してもいいし、あとは児童精神科医とかね、そういったところの、まあ、こういった発達障害とかに詳しいね、病院をちょっと、受診してみるでもいいし、この辺は状況によってね、どこに行くかっていうのは変わってくると思うんですけど、まずはこうね、一人で全部抱えようとせずに医療機関に相談してみるってことをね、一つ入れていただくと、よりね、効果的な方法を考えてくれるかなと思います。はい、ということで今回はゲーム時間を守らない子どもの対応法ということでね、お話ししました。まあ、段階によってやるべきことが違うんですが、一つ一つやっていけば必ず解決できますので、参考にしてみてください。あともうちょっと細かい説明はホームページにまとめてあります。動画のね、下の概要欄からホームページ見られますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。